はい、花火大会。よし、特定、どうも、こんばんは、馬でございます。特定ね、今日は、花火大会らしいです。けど、花火が、おー、綺麗綺麗。いいね。今月2回目の花火大会、特定、どうもはい。よ、待ってましたってね、景気のいい言葉をかけずにはいられないよ。よ、よんと。いいね。え?え?あ、びっくりした。そうですか?誘いとかに見えたからさ、びっくりした。そうだなぁ。今回は、まずは前回、アミーボで呼び出したハリマオがね、引っ越してきたみたいなんで、挨拶に行きたいんですけど、ちょっと、家を建てた場所がね、ちょっと、まさかの、ここなんですよ。前回さ、俺さ、せっかくここ、せっかくねえや、ここだいぶいい感じに戻ってきたねって言ったのにさ、まさかそこに家を建てるとは思ってなかったからさ、辛い。では、ハリマオはいないのかな?あ、いないね。呼び出すか?ハリマオー。お、すぐそこにいる。あ、いた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 。こんにちは。はい。あ、いえいえ。はい。写真撮ろう。うん。あ、ぜひぜひ。ちゃんと正面から見たい。ハリマオ。なんか後ろ姿めっちゃゴメスに似てんね。話しかけない。あ、できる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 できた。よっしゃ、始まったな、花火大会。だったら。うわぁ、かっこいいね、でもハリマオ。ゴメスに似てるけど。いいね。お、博士。博士、こんにちは。うおー、やっぱり、初めの花火は、インパクトは違うよ。発火星。何、発火星って。落火星みたいな。さて、じゃあ早速ね、しずえさんに挨拶しに行きましょうか。こんにちは。はい。楽しんでる。何?お、また帽子。光る花のアクセサリー。花。わかりました。前回はハートのアクセサリーだったよね。じゃ、今日は何も帽子つけてないんで、つけますか。見つける。おー、かわいい。かわいい。いいじゃん。で、今荷物は?あ、荷物一つ入ってるから一つ買いますか?いないくじ。はい、どうもどうも。おってらっしゃい、みてらっしゃい。はい、買います。前回は恥だったね、そういえば。前回の花火大会では恥だったんで、目指すは A 賞、食べる。どうだ?なんか口が出てきた。ね、どれどれ?ね、口、うわぁ、また恥かよ、くっそー。くっそー。え、これ、辛口なしって言いながら、あるやんけ?恥やんけ?マジか。残念でした。腹立つな、こいつ。やだなぁ。線香花火。あ、吹き出し花火じゃないんだ、今回は。はーい。線香花火ね。線香花火ね。いやぁ、綺麗な花火だ。綺麗な線香花火だ。よし。言うてさ、こういう、あ、キザの誉れが家にいるやんけ。あ、キザの誉れだっけ?キサの誉れだっけ?サは誉れだっけ?なんだっけ名前。忘れちゃった。しまーす。どうもー。キザの誉れか。いやー、じゃない?待ってたよ、うまくん。はい。お話しよう。うん。ロボチェが、ロボチェアはね、動物工学について設計された素晴らしいプロダクトさ。動物工学ってなんだよ。よし。あ、つばくんの家にいんじゃん。
はい。おしゃべりしよう。うん。たまにはしゃべって言ってな。あはは。わかったわかったわかった。見たいから。てかさ、この部屋さ、これなんで流し台の上に、水槽と、なんか、なにこれ。ラジオがあるの？流しの、ところの上にさ、普通に、水槽ダメでしょ？シンクの上には。洗えないでしょ、なんか、いろんなお皿とか。しかもベッド二つあるし。なんだこの部屋は。よし。そうだな、まだ今年の夏はさ、全然虫捕りとかしてないから、虫捕りしたいね。待って、まずデイリーミッション見ようか。ああ、眠れしまツアーも行きてえな。家のリフォーム、エクステア注文した方。はい。マイデザインの花火作った方に、何それ？マイデザインの花火、花火って。何それ？どういうこと？マイデザインの花火なんてできんの？知らないそれ。やり方教えて。誰か。わかんないんだけど、そんなの。ちょっと。なんか、虫いないかな？リアルな虫を。ああ、今いたね。走っちゃったな。珍しい虫を捕まえたいけど。あ、ここら辺、ここら辺木が多い。虫が見えないじゃないか。ちょっと、虫とやみとるか。あ、言うて荷物いっぱいやんけ。まあ、一匹捕まえてるから。まだ8時前だからな。虫いないのかな。やっぱ南の島行った方がいいのかな、虫と言いたいときは。きっとそうだろうな。南の島か、行く？今日。でもな、時間的にもな。じゃあ次回行くか、南の島は。じゃあ次回は南の島で虫と一緒。そうしよう。もう久しぶりに南の島行くね、なんか、そうなると。一年くらい行ってないからね、南の島。ことぶきさんに送られちゃう。あ、ボブ家にいんじゃん。ちょーす。はい。ほっていうのやめてくれ、お願いだから。うん。あ、そう！忘れてた。ボブはね、実は、引っ越そうとしてみたいで、あと6日でね、引っ越すらしいです、ボブが。まあ僕はね、去るもの追わず来るもの、ここまず一部を除くなんで、まあ送り出すとしました。頑張れ！ん？え？は？なんやねん、お前。やだわ。引っ越せよ、お前。親友を超えた存在ってなんだよ。怖いわ。やだわ。親友を超えた存在って、恋人ですかね。ちょっと嫌なんですけど、私。まあ、特定ボブは引っ越さないみたいです。なんやねん。なんやねん、あいつ、マジで。ボブ。どうす。おー、なんか、なんだこの部屋は。灰落ちの山、黒板。これ何？ん？ああ。公衆トイレか。誰か入ってんだっけ、これ。え、怖い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 。誰か入ってるでしょ、これ。こんにちは。ビバアメイボー。はい、何か貸して。うん。ああ、5000人。おかげさまで叶いました。ありがとうございます。はい。よし。あ、そうだ。まだオートキャンプ場行ってないね、今日。ちょっとオートキャンプ場行きますか。お、ハリマオ、ハリマオ。あ、ごめん！ごめん、ハリマオ。あ、知ってる知ってる。知ってる知ってる。
てかさ、ここら辺さ、正直竹が邪魔でなかなか行くのが大変なんで、竹伐採しようかな。ここら辺ね、花もあるし。そうだね。伐採しよう、今。あ、風船がまた。最近よく風船が飛んでるね。落としなかった、今。え？するよね、風船音。どこ？どこ？え？あった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 。よいしょ。はい。ああ、ここまずい。よしよし。ここら辺で待ってよ。早く来いやおだ、握手やおだ。ちょっとしずえさんにね、いいとこを見せておこうか。風船落として。ここです！よーし。やったぜ。で、なんだ？箱の中身は何じゃろうな。ハニカムタイルの壁。ハニカムー！うん、ハニカムタイルの壁か。いらねえな。で、さあ、キャンプ場に行くんだ。しまーす。これは、ジョニーかな？こんにちは。おー、ジョニー。しばしば海岸に漂着する、自称船乗り、自称船乗りなんだ。海の男という場合に必ずし、オートキャンプは海に落ちることなく安心だ。車酔いすることの月は、車酔いしちゃうんだ、この子は。こんにちは。おー、あった、この村の村人のうちの一人ですか？お邪魔しています。うん。車用意。あ、用ないでよかったか。それならいいや。さて、家具は、なんだろうな。これは輪投げ。ああ、輪投げか。懐かしいな。昔、子供の頃とかね、よくやりましたね、輪投げ。これはレトロな洗面台。ああ、なんか、アパートとかのね、公用部分の、公共部分の、なんか、流し台とかに合いそうだね。流し台、洗面台に合いそうだね、こういうの。まあ、言えないけど。さて、あ、そうだ、ここで斧伐採するんだよ。忘れてた、忘れてた。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お！え？あ、びっくりした。誘いに見えたわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いいね。こんなん行きやすいわ。よし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 。これは、ここはいっか。あ、でもこれは邪魔だな。なんか、切っちゃうか。よし。こういう大胆さもね、たまには必要だと思うんで。まあ、いいことでしょう。よし。そうだな、やることもないし、時間的にもあれなんで、あの前に、夢を更新して終わります。あ、でも前回花火大会の時に夢更新したか。じゃあ違う日の方がいいかな。花火大会じゃなくて。うん。じゃあ今回はそろそろ終わりますかね。特に、花火大会つめることないしね。うん、だから終わります。では。お疲れ様でした。まったねー。